総理池周辺総理プレイパーク。総理緑と花のふれあい公園は、愛知県千田市総理大にある公園。2001年開園。総理梅のメッカと花をイメージして付けられた梅、花、総理という愛称がある。愛知用水の調整地である、総理池の北側に位置しており、池の周辺の自然や景観を生かした、予科活動や、体験の場を提供し、 緑花や梅に関する情報を広く紹介する参加体験型施設として位置づけられている。広さ約8ヘクタールの公園とその周辺には、総理家が完成して、以降に植えられた25種、約5800本の梅の木をはじめとする多くの木々があって、梅の花が咲き、梅祭りが開催される毎年にから3月には特に多くの人が訪れる。管理事務所が置かれ、 総理の歴史などに関する情報を紹介する情報展示室や体験工房、売店やレストランなどを備える。各種の展示会場として使用され、毎週末には地元の野菜を販売する朝市が開かれる。鉢植えやハンギングバスケットの花を飾る温室。1976年に愛知王水水利観音堂と共に創建された神社で総本社は、 吉野水分神社。愛知用水の工事期間中に亡くなった56名を合示する。公園内でも標高が高い位置にあって、公園を一望できる。2006年2月にオープンした、自分の責任で自由に遊ぶ。怪我と弁当は自分持ちを掲げる手作り遊具による子供向けの冒険遊び場。NPO 法人による運営が行われており、と、日宿日に開催されている。 その他にも屋外ステージを持つ広場やバーベキューコーナー、花畑や果樹園がある。ありがとうございます。